りもおはたみとみちゃんです。ゲームの不正コピーを防止するための海賊版対策の画面を通称アンチパイラシースクリーンと言います。このアンチパイラシースクリーンはコピーガードやコピープロテクトとも呼ばれる本物の海賊版対策の画面もあるのですが、今回は創作された海賊版対策の画面を見ていきます。本日はマリオ系のアンチパイラシースクリーンを見ていきましょう。また動画内の英語等で書かれた文章は日本語に翻訳して読み上げているので、ある程度の世界観はつかみやすいかと思います。それではニュースーパーマリオブラザーズ Wii のアンチパイラシースクリーンを見ていきましょう。まずはニュースーパーマリオブラザーズ Wii のアンチパイラシースクリーン。2ボタンを押してゲームスタート。ファイルが文字化けしています。おそらくニューゲームだと思いますので、プレイヤー人数を決めてゲームスタート。ピーチの誕生日をみんなで祝っています。なんだかピーチたちがおかしなことになっていますね。こんなピーチ姫だったらクッパに誘拐されずに、ある意味平和なのではないでしょうか。送られてきたケーキを見てみると、バグりすぎているクッパ軍団が出現。ピーチが運ばれてしまいます。そのままクッパたちを追いかけるマリオたち。果たしてマリオはピーチ姫を助け出すことができるのでしょうか。キノピオも変な形のプレゼントボックスを売ってサポートします。てかキノピオハゲてますね。海賊版のせいでアイテムを含めた様々なものがめちゃくちゃになっていますね。これはコース内も怪しいことになってるのではないでしょうか。ワールド1マップ BGM がなく、なんだか寂しいですね。アイテムのストックもないようです。それではステージ1プレイしていきましょう。ステージ内の BGM もなく、なんだか虚無空間ですね。ハテナブロックを叩いてもアイテムもコインも出ないようです。それどころか敵もいませんね。ニュースーパーマリオブラザーズってわっわーとかないと結構寂しいもんですね。これだとプレイしても仕方ない気がしますが、海賊はそれでもプレイをやめないようです。ステージも中盤に差し掛かります。ここで土管を発見。入ってみると、地下へ行きますが、ここにはコインもスターコインもないようですね。仕方がないので、このままゴールに向かいましょう。どうやらゴール時の BGM は流れるようです。コースをクリアしたことで 1-2 に行けるようになりました。連続で行ってみましょう。1-2は地下ステージ。相変わらず敵もアイテムもコインも BGM もありません。 RTA だったらこれ敵もいなくて世界記録狙えるかもしれませんね。マリオのヤッフーだけが聞こえるので、なんだか虚しく思います。でもあれですね、敵がいないとこんなにステージ広く感じるんですね。そろそろゴールが見えてくる頃でしょうか。地上に戻ってきましたが、暗いままですね。このままゴールポールをつかみゴールしましょう。敵がいない状態でこのワンナップって意味あるんですかね。さあ続いては3面、どんどん冒険を進めていきましょう。どんどん異常事態になっていきますが、果たして3面はどうなってしまうのか。背景が真っ暗なのはもちろんのこと、草が浮いていたり取れないところにブロックが配置されていたりしています。いよいよ本格的にアンチパイラシーが作動しそうですね。見えない床も一部あるようです。あれ、そういえばここってヨッシー出てきませんでしたっけ。そっか、アイテムどころかヨッシーもいないんですね。
こう黒背景ばっかり見てると僕はスーパーペーパーマリオの最終面のステージを思い出します。これゲームを元にしたアンチパイラシーなんで、下手したらこれフーアンドで言ったら普通のアンチパイラシーよりも高いかもしれませんね。この調子で次取り出なんでめちゃくちゃ不安ですね。さあ3面も無事ゴール。不安しか残らない砦面ですが、一体どうなってしまうのでしょうか。マリオさん、悪いニュースがお城に届きました。よくやったぞマリオ。このゲームを買わなかったんだな。誰もお金を出してパパがやられるところなんて見たくないもんな。城で待ってるぞ、クッパジュニア。彼の言うことを聞いてはいけませんよ。そしてキノピオはクリボーによって拉致されてしまいます。一応キノピオを助けるために一面に戻りましょうか。ブロックから何も出なかったですけれども、キノピオは出現するんですかね。やっぱ BGM ないの寂しいな。てってて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 。本来であればアイテムがもらえるキノピオハウスですが、一体どうなっているのでしょうか。うわー、泥棒だ。僕のものを盗まないで。完全にキノピオに嫌われています。それでは1の砦面に挑戦しましょう。敵はいないようですが、仕掛けは動くようです。このまま上を目指してみましょう。敵がいない分スムーズに上まで上がれそうですね。果たしてマリオを待ち受けているのはコクッパのラリーなのか、はたまた別の何かなのか。そうしているうちに扉の前まで到着。マリオに待ち受けているものとは一体。奥に進み、ついにボス戦へ。待ち受けていたボスは、顎がでかいのか頭が小さいのかわからないクッパと対戦。ピーチ姫も閉じ込められており、一気に仕掛けたいところ。これはクッパの下をくぐり抜けるのはかなり至難の技じゃないでしょうか。チャンスです。一気に攻めましょう。あれ、押しても死にませんね。これは違法コピーです。販売店でご購入ください。ということで今回は長めの1本、スーパーマリオブラザーズ Wii のアンチパイラシースクリーンを見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白いと思ったらぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おっさみ。